どこかの誰か一人にしか売れるネタが作れないなんて、おかしい。そんな特権など、認められない。それが、普通。ただ、民主主義的な正義が必ずしも物理的な正義、それにならないような話で、集約される過程で、誰か一人、が、どうしても王になった。結果としては、渡した選抜が間違いだったわけでも、ない。現状は、それ、を期待する、誰でも利用できる形、へと改良し、解放してるわけで。しかし、考えると宝の山、だ。数字、とか、文字、とか。誰か、考えた奴はいるわけで。この、王の権威、特権、それは、そういうものへの、変化を期待し、ここ、に来ていて、結論ではうまくいった。ようだが、すると、我々は今後どうすればいい？それ、に依存してきた。現状考えると、朝鮮系の思想、その人々は、もはや頼れる絶対者を失った。わけだ。